阪神タイガース対広島東洋カープのゲームを、解説は小宮山悟さん、西俊久さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくどうぞ。西さん、まずはどちらのチームが先制点を取るのか、ここ注目ですよね。そうなんですよね、まあ、どうやって突破口を開くのかっていうのは、まあ、楽しみに見たいと思いますね。そうですね。初球打ちライトライナー、掴んでまずワンアウトです。バッターは2番に入っている坂本。千賀、まずは先頭バッターを打ち取っています。先発ピッチャー千賀、そしてキャッチャーは甲斐。このバッテリーをカープ打線がどう攻略していくか。インコース詰まりました。この打球はフライになっています。バッターは3番福留。2アウトになっています。この回の千賀、早くも2アウト、まだ3球しか投げていません。そうですね、見事なピッチングと言っていいと思います。はい、そうですよね。惜しいですね。インローのストレート、いいボールでしたが外れています。外れてますか。はい、変化球わずかに外れてボール。打ちました。セカンドが取る。一塁アウトで3アウトチェンジです。さあ、これからカープが守備につきます。そして糸原が打席に入ります。相手を0点に抑えて、これから1回の裏に移ります。インコース詰まりました。ここは打ち上げています。取ってワンアウトです。バッターは2番に入っている落合。メルセデス、まずは先頭バッターを打ち取っています。打ちました。ヒットになった。ランナー出塁しました。ワンアウトランナー1塁です。打順は3番ルーマー。ヒットでランナーを1塁に置いています。打ちました。打った瞬間